みんな旅してる？どうもしげです。カナダナイアガラの滝、世界三大瀑布。それではスタート。ナイアガラの滝があるカナダナイアガラフォールズに到着。バス停から中心街の宿までは15分ぐらいなので歩きます。ナイアガラフォールズの中心地が見えてきました。今回の宿はこちら、中心地の近くにあるデイズイン。チェックインしました。クイーンルーム、1泊約18,000円。宿代高い、カナダでは仕方ないかね。バスルーム、結構年季は入ってるみたいだけど特に不便はないかな。シャワーはお決まりの壁固定式で、浴槽もついてます。作業用デスクがあって Wi-Fi も早くはないけどつながります。最低限必要なものは揃ってるんじゃないでしょうか。それにしてもカナダは宿だけ。すっかり夜になって腹減った。夕飯食いに行きます。トロントでかなりインド人を見かけたので、今夜は Google マップで超高評価だったインド料理屋行ってみたいと思います。まさかカナダでインドカレーを食うとはね。そして店内結構モダン。カナダビールといえばモルソンカナディアン21オンスでっけー。薄めで苦味も控えめ、水みたいなゴクゴク系ビール。チキンティカマサラ到着。具沢山でうまそうじゃないの。一緒に頼んだバターナンと共にいただきます。トマトなど野菜の甘みを感じた後に辛さもしっかりくる。辛いものそんなに得意じゃない俺にはちょうどいい辛さ。いいね、うまい。炭火焼きの柔らかいチキンやシャキシャキのピーマンなど具がゴロゴロ入っててうまいよ。ナンは割と薄くてあっさりめかな。バター感はそんなにないね。ナンにカレーをたっぷり乗せて食うと最高に合うよね。うめえ。健康のために頼んだトマト、レタス、キュウリのガーデンサラダもしっかり食べていきます。ナイアガラの滝はカナダとアメリカの国境ということで、バドワイザー。バドワイザーも薄いよね。でも薄いから量が飲めるのと、濃いカレーを流し込むのにはちょうどいいね。たまーにインドカレー食うとやっぱうめえな。ごちそうさまでした。ひときわギラギラした通りがクリフトンヒルというそうです。世界三大瀑布の一つだから、もっと大自然に囲まれたのどかな場所だと思ってたけど、超ギラギラしてんじゃん。昔のラスベガスみたいなギラギラしたネオンからのスカイウィールっていう観覧車。22時から毎晩花火が上がるらしいので見に行きたいと思います。カナダとアメリカの国境、ナイアガラ川までやってきました。おーすごい、見えてんじゃん。至る所にこのような展望スポットが設けられていて、たくさんの人が詰めかけてますね。ナイアガラの滝、夜はライトアップされてるらしくて、左からアメリカ滝とブライダルベール滝。ブライダルベール滝はあの右側にちょこっとだけ分かれてる小さいやつね。右奥に見えているのが一番有名なカナダ滝、ホースシューフォールズ。ナイアガラフォールズ、いわゆるナイアガラの滝はこの3つの滝を合わせた総称なんだそうです。アメリカ側よりはカナダ側の方がより綺麗に全体像を見られるらしいです。暗くて見づらいけど、ここで規制線が張られてますね。 Google マップ見たらこの先で花火の打ち上げがあるようです。今夜は手前のこの辺りから22時の花火を見てみたいと思います。明日金曜日は花火に合わせて出航する夜のクルーズがあるそうなので行ってみたいと思います。夜10時、ついに花火が始まりました。
思ったよりしっかりちゃんとした花火じゃね。ナイアガラの滝をバックに打ち上がる花火を見にたくさんの人が詰めかけてます。思い返してみるとこうやってちゃんと花火見たの今年初かもしれない。俺しばらくおじさん一人花火鑑賞に集中させてもらいます。無料の花火にしては素晴らしかったね。拍手も沸き起こってます。5分ほどで終了し警察の規制線も解除されたので川沿いを少しブラブラ散歩して帰りたいと思います。アメリカ滝とブライダルベール滝ライトアップされた姿が綺麗ですな。滝の向こう側はアメリカです。そしてあれが一番巨大で一番有名なナイアガラといえばのカナダ滝ホースシューフォール。ライトアップはあそこ対岸のカナダ側から強烈な光を飛ばしているようですね。水しぶきが高く上がってて滝壺ははっきり見えません。夜カメラで撮るとぼんやりしか映んないね。ここら辺まで来ると対岸なのに水しぶき届いてます。冷たくて気持ちいい。一番近くで見れるテーブルロックっていう場所までやってきた。うわすごい雨降ってるみたいだ。すごい水だよ。見えますか。あのですね言うほど歩いてただけでびしょびしょです。これは冬に来たら超寒いね。世界三大瀑布の中では一番観光地化されてて手軽に見れる滝でした。今夜も無事宿に帰ってきました。服乾かして風呂入って寝ます。明日はカナダ側からナイアガラの滝を回ります。おやすみなさい。おはようございます。まずは昼飯食いに行きます。カナダの超有名コーヒーチェーンティム・ホートンズで昼飯にします。ステーキボール。もっと野菜入ってると思ったらがっつりジャンキーメニューだな。肉も米も結構スパイシーでそこにピリ辛ソースかかったジャンキーな味。実はそこがかなり浅く量少なめだったのでこれならサンドイッチとか食べた方がいいかな。ティム・ホートンズといえば名物はドーナツらしいのでチョコレートディップドーナツ。上側の表面にチョコたっぷりで普段甘いもの食わない俺には甘いドーナツ。飲み物はコールドブルー M サイズ。コンボ適用になったっぽくてすげえ安いな。さて昼飯も食ったしナイアガラの滝見に行きますか。楽天モバイルデータなくなりそうなので1ギガ追加購入。中心街から5分も歩くと滝だからナイアガラは楽でいいよね。ということで今日もこんにちはナイアガラの滝。まずはあの目の前に見えているナイアガラクルーズ乗ってみよう。ジップライン乗り場のすぐ横にあるボートチケット売り場行ってみよう。せっかくなので昼と夜両方のクルーズ買いました。クレカバライカ。乗り場に到着。乗船直前に赤いカッパを無料でくれます。かなりずぶ濡れになるらしいのでしっかり赤のカッパを着込んで乗ります。船はあれですね、噂によると700人ぐらいまで乗れるらしいです。特に並ぶこともなくサクッと乗船。下から見るとまた全然別の光景だね。ナイアガラ川の対岸あそこからはアメリカのクルーズも出ているそうです。内容はほぼ同じらしい。前方左側が一番見晴らしいんだろうけど先客で埋まってますね。13時38分ナイアガラクルーズに出発。まず見えてきたのはアメリカ滝。すでに水しぶきでびしょびしょなのでここからは iPhone に切り替えて撮影します。アメリカ滝の右側に見えてるこのちっちゃいのがブライダルベール滝ですね。ほぼ同じ滝みたいなもんだ。いよいよメインのカナダ滝ホッシュフォールズが見えてきました。はい、これどうですか。しぶきがうわーすげえ、もうだいぶかかってきた。これで世界三大瀑布を完全制覇。しぶきがすごくて全貌はよく見えません。
うわ、しぶきがやべえ。カッパ着ててもぶっちゃけびしょ濡れだわ。ナイアガラからチャンネル登録よろしくね。あーすごい、逆側に高速回転してんだけど。実物付近にいたのは3分くらいって感じかな。いやー、かなり濡れました。再びブライダルベール滝からのアメリカ滝。アメリカとカナダの国境、レインボーブリッジ。明日ここを渡ってアメリカ側に行く予定です。わずか約20分で港まで戻ってきました。最前列のいい場所を確保するためにはもう早めに乗って一目散に行った方がいいね。いい場所に乗りたかったらこうやって少し待って次の船乗った方がいいかもしれないですね。はい、びしょびしょです。今は21度だからまだ大丈夫だけど、これ以上寒かったら結構きついわ。これ気づくの遅れたけど、カッパめっちゃ短くて袖が超濡れるから、長袖だったらまくった方がいいです。もうここびしょびしょ。赤いカッパはプレゼントということで、そのまま持って帰ることができます。顔の周りから水結構侵入してきて、ダウンもこの前のこの辺りと T シャツとかもこれ見てもらうと分かるんだけど、襟元結構濡れちゃいました。足元にもそれなりに水かかるから、できれば濡れてもいい靴やサンダルで来るといいと思います。エレベーターに乗って再び上まで戻ってきました。ここからカナダ滝まで川沿いを歩いていきたいと思います。ジップラインが滑っていきます。結構高いとこを通るから気持ちよさそうだね。ナイアガラは規模ではイグアスやビクトリアの滝には劣るけど、入場料とかないし、滝のすぐそばずっと遊歩道になってるので、圧倒的に気軽に見れるっていうのが大きなメリットですね。カナダ滝が近づいてきました。ずぶ濡れになるのはごめんなので、ここからまたカッパを着て iPhone に切り替えて撮影します。カナダ滝目の前、テーブルロックというスポットにやってきました。今の季節は水量が多いのかな、しぶきが立ちすぎてて滝全体が綺麗には見えません。がしかし左手すんげー綺麗に虹出てる。しかもここよく見るとうっすらと二重のダブルレインボー。クルーズも近づいてきました。どこまで近づいてたのか上から復習してみよう。滝壺に突っ込むって感じじゃないけど、結構近くまで行くからそりゃ濡れるよね。どうですか、しぶきに包まれてずぶ濡れ気持ちいい。濡れたくない人は絶対乗らない方がいいです。ただ乗ったら楽しいよ。こちらがテーブルロックウェルカムセンター。すごいしぶきでしょ。まあまあ雨降ってるぐらいな感じでしぶきかかるから、濡れてもいい格好で来た方がいいよ。おお、真横から見るとまたすごい迫力。確かにこうやって見ると U の字ホースシューになってるね。クルーズ船はあそこまで来てたんだね。はい、どうですかこの流れ。よりのナイアガラの滝もどうぞ。吸い込まれていく感じ、いつまでも見てられるね。少し上流まで来ると全くしぶきがかからず、落ち着いて見ることができますね。川の流れ早いな。ウェルカムセンターから滝の裏まで抜けられるらしいので、ちょっと行ってみよう。フードコートみたいになってるようです。小腹が空いた時なんかに助かりますね。ジャーニービハインドザフォールズ、滝の裏側に行けるのはこれですね。27.12ドル、ここもかなり濡れるそうです。エレベーターで降りて滝の裏側のトンネルを歩けるようです。ここがトンネルですね。ライトアップされて少しエロティックな雰囲気。行き先は2つあるらしいんですけど、まずはこのオブザベーションデックス、黄色のカッパを無料でもらえるんですが、俺はもう赤いカッパ持ってるので受け取りませんでした。落ちてくる滝を下から
間近で見ることができます。すごい近いし、しぶきの方角的にそこまで濡れないから、クルーズと違ってだいぶ落ち着いて見ることができますね。圧巻の迫力。やっぱ上から見るのと下から見るのじゃまた印象が全然違うね。いよいよメインのビハインドザフォールズ、滝の裏側のトンネルに行ってみたいと思います。うお、すげえ、本当に滝の裏側にあるトンネルじゃん。音やば。ここがトンネルの一番奥、2箇所から滝の裏側を見れるようです。うわやば、さっきよりさらに勢いすごっ。もうなんか台風みたいな感じ吹き込んできてるし、これあと数メートル目の前に出たら超絶すごい滝に打たれてそのまま下まで真っ逆さま。トンネルを歩いて2カ所だけ少し滝の裏側を見るだけだから、これに3000円払う価値があるかって言われたら微妙ですね。なんかまたすげえ綺麗に虹かかってるな。シャッターチャンスばっかりでなかなか前に進めないね。スカイロンタワー見えてきました。あの展望台へ登っていく。展望台はナイアガラの滝から236メートルの高さだそうで、チケットはタックス込みで 22.04 ドル。エレベーターに乗って展望台に到着。ガラスで囲まれた外側に行けるようなので出てみよう。屋外デッキはこのようなネットに囲まれていて景色の邪魔にはならない幅が確保されてる。素晴らしい。そんな展望台からの景色は What amazing。 上から見ないとわからない迫力があるじゃないの。どうですかこれ、上から見ると全体像が把握できてまた違った良さがあるね。レインボーブリッジ、アメリカ滝、ブライダルベール滝からのカナダ滝、ホースシューフォールズまで全て一望できるこの絶景。ここの目線とほぼ同じ高さ200メートルぐらいまで上がってきてる豪快な水しぶきを見ることができますね。奥の方からナイアガラ川がずっと流れてきて二手に分かれて滝として落ちるまでの流れがよく分かります。明日はあのレインボーブリッジを渡ってアメリカへ入国し、アメリカ側から今見えている川沿いを歩いてのんびりとナイアガラの滝を観察したいと思います。いやー、それにしても壮大壮大。南側はヒルトンや巨大カジノリゾートなどのホテルエリア、滝の周辺こそ観光地化されているものの、少し離れると緑がたくさん残ってますね。クリフトンヒルなどがある繁華街エリア、奥にはうっすらとオンタリオ湖も映ってますね。上から見るとまた印象が全然違うので、いろいろと金はかかるけど来てよかったと思えるスポットでした。めぼしいところはだいたい回ったと思うので一旦宿に帰ります。宿帰る前にビーバーテイルズっていう奇抜なところでアイス買っていこうかな。カナダといえばメイプルでしょう。ということでメイプルウォルナットアイスクリーム、優しい甘さでうまい。ケンタッキーのビスケットにかけるメープルシロップの味がする。ナッツのコリッとした食感もいい。甘いものを普段ほとんど食べない俺でもうまい。宿に戻ってきたので1時間ぐらい充電したり作業したりします。ナイトクルーズの前にそろそろ夕飯食いに行きます。今夜は Google マップで人気のアンティカペッツァーリア行ってみよう。天井高くて広々した店内に着席。一杯目はナイアガラプレミアムラガー20オンス。あっさりめなんだけどたまにある変わった味、これなんて表現すればいいんだろう。甘みがほとんどなくて
苦味だけ感じる味。メニューの一番上にキャナですと書いてあったピッツァがあったので頼んでみました。ピッツァの生地はサクサクもっちりで熱々。トマトソースベースで伸びるモッツァレラチーズにペパロニ、マッシュルーム&ベーコンとめちゃくちゃ酒が進むやつ。ナイアガラはワインも有名ということでソーヴィニヨンブラン。割とドライ、味の濃いピッツァを流し込むのにいいね。あと1時間で花火クルーズ出航なのでそろそろ乗り場へ向かいます。昼間と同じボート乗り場に到着。買ったチケット渡して入っていこう。花火クルーズ出航40分前だけどすでに結構並んでるみたい。夜の花火はこの時間だけだから早めに来ないと一気に並ぶんですね。今回も無料で赤いポンチョを受け取ったのでいい席確保しよう。前回と同じミスは犯さないように袖はしっかりまくり上げる。フードをかぶり紐を絞るという防水対策を徹底したいと思います。9時20分前乗船開始。前方左側を目指します。ちょっと後ろの方になっちゃったけど前方左側ということでよしとしましょう。21時半、いよいよファイアーワークスクルーズ花火クルーズ出航。船上すごい人の数、早めに来といてよかった。昼のクルーズとは逆、まずはレインボーブリッジ側に行くようです。レインボーブリッジの手前をゆっくりと旋回していきます。ただライトアップされてないからあんまりはっきり見えないね。まずはアメリカ滝、ここからはいつ濡れてもおかしくないので iPhone に切り替えて撮影。ライトアップされた夜のナイアガラを間近で見ていきますぜ。カッパかぶっててもやっぱ無理だわ、すでに結構濡れ始めてます。いよいよメインのカナダ滝、今回はどれぐらいまで突っ込むのかな。現在の気温は16度、さすがに濡れたら寒いんじゃねえのって思ってたらそんなに近づかない。やっぱり夜だから遠慮気味なのか、それとも慎重に進んでるだけなのか。徐々に下がり始めたから夜はここが最接近のようですね。現在ここに長時間滞在してるのを考えるとやっぱり最前列がベストのようです。9時50分過ぎ旋回を始めました。花火に向けて準備するようです。あれ、花火は進行方向左側から見えると思ったら打ち上げポイントを過ぎていくぞ。ちょっと不安になってきたな、これもしかして逆側になるんじゃねえの。違うぞ、やっぱりどんどん回転してるってことはこれ進行方向右側からの方が見やすいな。20時、花火が打ち上がりました。意外と遠くから見るんだね。これ思ったんだけど、ここから見るぐらいならアメリカ側から見た方が全然綺麗なんじゃね。花火終了後速攻で船着き場に戻って約40分でクルーズ終了。まとめるとポジションは前方が最強、左か右なら滝は左側、花火は右側の方がいいです。そもそも夜のクルーズにはそこまでメリットを感じなかったので昼か夜どちらかなら昼のクルーズの方がおすすめです。まとめると昼はクルーズ、陸からの滝、タワーからの滝、夜は陸からの滝と花火を見るとだいぶ満足できるんじゃないかと思います。今夜も無事宿に帰ってきました。明日はアメリカ側のナイアガラの滝を見てからニューヨークへ行きます。おやすみなさい。おはようございます。宿をチェックアウトしました。アメリカへ向かいます。今からあのレインボーブリッジを渡ってアメリカまで移動します。橋の手前の建物に到着。ここでカナダの出国審査してきます。
カナダもアメリカ同様出国審査とかないんですね。1カナダドルを払って出国できました。実はこの国境の橋レインボーブリッジも絶景スポット、ナイアガラ川からのアメリカ滝にカナダ滝まで全部見えます。レインボーブリッジは車でも通れるんだけど、入国審査があるから渋滞してますね。カナダとアメリカ両方の国旗があるここがちょうど橋の中間、国境のようです。俺は右半身がカナダ、左半身がアメリカ。めちゃくちゃ高いね。高所恐怖症の人はちょっと怖いかも。橋を渡り切ったらアメリカのイミグレーションで入国審査、 2,3 個簡単な質問をされて無事アメリカに戻ってきました。入国完了。もう2時間半しかないんだけど、アメリカ側のナイアガラの滝少しだけ観光します。アメリカ側の地図、近くに展望タワーがあるのでまずそこ行ってみます。オブザベーションタワーはあれですね、あの先端まで行ってみよう。メイドオブザミスト、アメリカ側のクルーズ船のチケットが買えるそうです。展望タワーもここで 1.25 ドルのチケット買わなきゃいけないみたい。 1.25 ドルで入場券買えて絵はがきまでもらいました。まずタワーの下まで降りてきたんだけど、この先に展望台があるらしいので行ってみよう。アメリカ滝を間近で見れるポイント、しぶきがすごいですね。ただ狭いからもう渋滞してるわ、人が多い。バックパック背負ってるから列並んで待つのしんどいので撤退します。エレベーターで登ってタワーの先端にやってきました。先ほど渡ったレインボーブリッジ、さすがアメリカ側なのでアメリカ滝が近くで見えますね。カナダ滝ホースシューフォールズは遠いのとちょっと崖に隠れてよく見えません。先ほど登ったのはあそこだ。次は滝のすぐそばあの辺りに行ってみよう。アメリカ滝がまさに落ちているところ、相変わらずすげえ水量だ。川の流れもすげえ速いよね。万が一流されちゃったら滝壺まで一直線。橋を渡ってアメリカ滝の奥へ行ってみます。バックパックきちいよ。ずいぶん歩いてきました。これが一番小さなブライダルベール滝。てかあんなとこまで降りれんだ、やばいな。あれびっしょびしょじゃん。ブライダルベール滝の手前はケイブオブザウィンズというアトラクションのチケットを買うと行くことができるそうです。あれが間違いなく滝の一番近くまで行けるスポットだね。一番先端はもはや滝行に近いと思う。よほど濡れる覚悟がないといけないね。目の前には綺麗な虹も出てますね。ブライダルベール滝のすぐ隣にあるアメリカ滝、先ほどのタワーから逆側まで歩いてきました。横からなので全体は見えませんが、水が勢いよく落ちていくまさにその瞬間を間近で見ることができます。アメリカ滝とブライダルベール滝の間はあんな風にほんの少ししか離れてません。最後あのカナダ滝が一番近いスポットまで行ってみよう。今日はまた一段と水しぶきがとんでもねえな。ここがまさにカナダ滝が落ちているところ、水しぶきがすごい。しぶきがすごいのと角度的にやっぱりカナダ滝の全体像は見えません。写真のような綺麗な滝を見るならカナダ側、ここは間近から見て迫力を感じるところですね。まさに今流れ落ちているトゥルトゥルの水、いつまでも見てられるね。ニューヨークに向かうためバスに乗らなきゃいけないのでそろそろ帰ります。びしょ濡れになるケイブオブザウィンズは21ドル、3000円ぐらいなのかな。にわかには信じがたいんだけど、地図によるとフリックスバスはこの辺りに来るらしい。本当に来んのかここに。めちゃくちゃ疑ってたんだけど、ちゃんとフリックスバス来たわ。しかも定刻10分前、素晴らしい。乗り込みました。2列2列の座席、定刻より5分も早くナイアガラフォールズ出発。バイバイナイアガラ。すごっ、ナイアガラ川の上流でか、そして滝のしぶき遠くからでも見えてる。バッファローという町に到着。予定より早く着いたからここから急いで乗り換えれば空港までのバス乗れるはず。
Google マップによるとここから空港まで24番バスが出ているようなので信じて待とう。ちゃんと来ました、24エアポートって表に書いてあった。空港までわずか2ドル、現金ちょうど持ってたので助かりました。バスでバッファローナイアガラ国際空港に到着。セキュリティチェックを終えて無事制限エリア到着。実は朝から何も食ってないから何か食いたいと思います。せっかくバッファロー空港にいるからオリジナルバッファローウィングス食ってきますか。地元コミュニティビアワークスのグッドネイバー IPA。 すげえクリーミーミルキーで柑橘系の超フルーティーで飲みやすい IPA、 うまいんだけどこれ。うひょー、バッファローチキンウィングス来たよ。8個乗ってるっぽい。酸っぱカレーソースにブルーチーズソースが最高に合うね。もう手汚れるまで食うことに集中します。バッファローチキンとビールだけじゃさすがに不健康すぎるので、健康のためにアンカーサラダ、ミニサイズなのにでかい。ふい、腹いっぱい、ごちそうさまでした。今回乗るニューヨーク JFK 行きのジェットブルー、今回はかなり珍しい2列2列の小型機です。結構古めの機体なのかな。座席は革張りでシートピッチは多少余�裕あります。4時40分、ほぼ定刻通りにバッファロー離陸。機内サービスでスナックとコーヒーもらいました。間もなくニューヨーク JFK 空港に到着。ニューヨーク JFK 空港に無事着陸。明日 JFK から帰国するので今夜は空港近くのホテルを取ってるからホテルシャトルを探します。ホテルのシャトルは空港トレインでまずフェデラルサークルまで行くようです。これですね。ターミナル間を走るエアトレインは無料で乗車できます。フェデラルサークルステーションに到着。シャトルの案内に従って歩いていきます。歩いたらすぐヒルトンのシャトルちょうど止まってたんだけど人多いから乗り切れなさそうだな。次来るかな。さっき満席で乗れなかったのね。20分ぐらい待って改めて乗車。シャトルバスでヒルトン JFK に到着。今日空港近くの宿どれもだいたい5万超えてたからしょうがなくヒルトンに泊まったんだけど、さっき見たらホリデーイン3万ちょっとで空いてるな。ホリデーインにすりゃよかった。チクショー、ブチギレそうだぜ。5万円以上払ってるのに鍵開かなくてレセプションにもう一回やってもらったんだけどまだ開かないんだけど、どんだけ部屋入らせたくねえんだよ。鍵新しくしてもらいました。3度目の正直。おいまだ入れねえのかよ、ふざけてんだろ本当に。これヒルトンなのマジで。401のキーが完全に壊れてるということで部屋を変えてもらいました。さあ開くのか。開いた、ようやく入れたよ。2クイーンベッドルーム。ニューヨークの宿どこもかしこもバカ高くなってて、これで1泊5万円超えです。さっき説明した通り直前に3万円台の部屋空いたみたいだけど、基本的にこの辺りの宿は全部5万円超えでした。もうさこんなの出張とかやってらんないよね。デスクは広いけど Wi-Fi 遅いし隣の音も結構聞こえる。ヒルトンブランドでこれは割と終わってんな。今回はここまで。明日は ANA ファーストクラスで8ヶ月ぶりの帰国。おやすみなさい。
ナイアガラからチャンネル登録よろしくねー。